サンスターオーラ2モーニングインサイト。 This program is brought to you by サンスターオーラ2。さあここからは世界を取り巻くあらゆるトピックスの本質に迫るサンスターオーラ2モーニングインサイト。2015年、今日もこの日がやってきました。JWEB 東京モーニングレディオの1年を締めくくる大晦日を飾るゲストといえばこの方。おはようモーニング、リリコです。いやありがとう、来てくれました。あざーす、ね、ちゃんと来ましたよ今年も、うん、もうね、はい、JWEB 東京モーニングレディオの、うん、このニューイヤーズイブ大晦日は、はい、リリコさんなしに語れないんですよ。もうあの、ね、去年からお仕事にしていただきましてありがとうございます。今までは乱入だったんですよ。もうね、今までノーギャラだったんですよ。JWEB パス持ってるしね。パス持っちゃった、この番組のプロデューサー様に。ねえ、だからもう自由に出入りできるからね。はい、昨日も出てたじゃないですか。そうよ、一昨日も。本当パスはね、私に渡すもんじゃないよ。今日もまた何ですか、素敵なティアラと、あと2016、まあ来年をね、もう明日なんですけど、はい、こう温かく迎え入れようと思って、こういう2016のメガネ、どこで買えるの？このままですね、うん、あのあドンキ、うん、ちょっとこのままですね、家から来るとみんなの目、うん、あ朝まで飲んでた女なんだなって帰れなかったのかなこの人っていう。大丈夫、六本木ヒルズの下 で、 大丈夫ですか。全然私昨日一滴も飲んでないから大丈夫。大丈夫ですか。安心してください、ね、ガードマンがちょ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 、それはね、あの逆にね、避けてくれましたね今日。でも光り輝いてますよティアラも。ありがとうございます、ね、輝くゴージャスな2016にしたいですね。もちろんしますよ。 そ、ね、そのメガネ見て 自分で、はい、自分で努力するのでそれはいい年になりますよ。ただ2015も素敵な年でしたね、リリコさん。よかったよ、チャレンジしまくった。本当にまさにアグレッシブです、うん、ありがとうございます。私の入場曲かけていただきました、ありがとうございます。プロレスの団体ね、 DDT、はい、こちらの大会にレスラーとして出場、あのアジャコングさんと戦いました。ねえ、これは、はい、大石誠さんも、はい、いやー、まあ惜しくも黒星でしたけどもね。そうですね、でもすごいチャレンジしましたね。いや、ずっとやりたかった。みんなね、結構どこに向かってるの、うん、ってよく言われるんですけど、うん、実は私映画コメンテーターになりたいとかって、うんうん、そういう職業があるなんて知らなかったから、その前にプロレスラーになりたいってずっと夢があって、で当時やっぱり全然知名度もないし名前がね全然売れてなかったから、結構断られてたの。実は私団体にこれやりたいんですって言って、でも誰だか分かんないんでみたいな感じだったん でやっと、そう、まあ、DDT はリングアナウンサーをさせていただいてたのでずっと、はい、だから、ええ、そういうご縁もあって、そうそうそう、また3月21日に両国ででかいのやりますか。はい、やります、決定しております、皆さん、はい、ね、すぐ売り切れちゃうんで、はい、3月何日21日、321、うん、さあそしてボディービルの大会でもね、そうそうそう、いやこれはね本当になんとも、もうこれはもう番組の企画だったんですけど、ちょうど、うん、そのプロレースをやる1ヶ月後に大会があるからって、うん、でもプロレースの筋肉とボディービルの筋肉って全然違うんですよ。そうなんですよね。だって力がないといけないからね、プロレースは男を持ち上げるわけですそう でもそのボディビルの方はフィットネスビキニといって、はい、女性らしさを競い合うというなんかしなやかさもありながら筋肉がないといけないんで、私1ヶ月で変えたんですよ、だから筋肉を、筋肉のつき方を変えたわけですよ。そう、でもねなかなかねやっぱり難しかったんで、うん、実は本当プロレスの時に一番痩せてたんですよね。へー、そう、本当はねボディビルの時に一番痩せてないといけなかったけど、やっぱ難しくて、でも1キロだけ戻った、ね、うん、見事ボディビルでも5位入賞でしょ。そうそうそう、163センチ35歳以上の部門で初めてやったわけでしょ。初めて、鍛え方違うでしょ、完全にそのワークアウトもね、うん、だってもうプロレスなんてもう受け身しか練習できないからねだってあれはさ、攻撃してもね自分が怪我するスポーツだからね。だってドロップキックしたところで右から落ちますからね、うわ普通に。だから、うん、最初すっごい受け身がすっごい難しくて。いや、その美貌をね守ってくださいよ。いや、どこの美貌、なんか鼻血とか出してほしくないの。ダメだよ、最後の2015年最後の最後の日に嘘ついちゃダメだよいや、その美貌をねきちんと守っていただきたい。いやいや、美貌っていう時にスタッフ見ないで私を見て、その美貌を
でもどう、こういう新しいチャレンジをされてみて。そうなんですよ、変わりました。 今年はね、やっぱり、うん、あのそう去年こう考えながらどうしようかなっていう、うん、でやっぱりやったことのないこと、そしていつもやってたことをやめようと思ってたのね、うん、だから完全にもうあの一文字であの書くなら変って、あの変わるってい う、うん、そういう年にしたいなと思ってて、調子がいい、へ、まあ、体の調子めっちゃいい。食生活も変わってきました。いやもうだってもう本番前なんて、大会前はもうピーナッツと、はい、わかめと、わかめ、うん、朝からローストビーフみたいな。いいなー、ローストビーフ朝からって言われるけど全然良くないですよやっぱり。でもそういう時になるともう、うんうん、筋肉を作るための、筋肉作るために食事のメニューを、プロテイン、うわ、もうプロテインとかももうほんとやめてっていう感じ。まあ、僕はあのね、ちょうどあのショートフィルムの映画祭を通じていろいろな形で今年もね、はい、あの出会うチャンスもありましたから、はい、ここかしこでその体型の変化とかね、そう、まあ、夜ねお食事ご一緒になったりする時もありました、ね、でもなんかね、一番最初はねやっぱり自分で変わってないと思うんですよ、うんうん、どんなに鍛えてもわからないのよね、うん変わっていくのが。でやっぱりあのアスリートの外国人の方と同じジムで、うち結構もうレスラーとアスリートしかいなくて、うん、でそのアスリートの外国人に私を見て、うん、私のトレーナーに、あ、最近アスリートもやるようになったんだって、私を見てそう思ったんだって。でそこから変わったんですよ。そういう風に間違えてくれたんだなと思って、それが見えるようになってきた。そう、そういう風に見えるようになったんだなって言って、でもそのやっぱりボディビルとかプロレスをやったから、うん、今度スカートとかが似合わなくなったりとか、やっぱファッションがずっと好きだったのに、はあはあ、着こなす洋服も変わってくるんだ。洋服とかそう、やっぱりメイクとか髪型とか、まあ、今日はちょっとあの半分プロレスラーにしようと思って今日はちょっと紫の口紅。本当だ本当だ、すごい超紫だ、はい、ねえ、ベニーも食べてきたみたい。そうそうそう、さっきクリス・ペプラさんに会ったんだけど言葉一つも出なかったこの後ね、ペプラさんですよね、みたいな感じでさいいねってなんかでもタクシーに乗ってもなんか言われることが変わったって。そうそうそう、もう今まではね、うん、なんか、あ、リリコ姉さん、なんかあの単管でなんかいいのないみたいな、はい、何がいい、はい、って、うん、いやもう全部もう 100% ですよ、100% 次の試合いつだっていうだから3月21日ですよって、まあ一応あさって、ね、あさってというか3日もちょっとご挨拶に、ご挨拶に行きますので後楽園で、はい、ご挨拶っていうのはね、だからどんなご挨拶、ご挨拶をさせていただきます。今ねだから通っていくところが違う、今までは試写会場が多いけど最近はリングのどこに行くっていうでもさ、僕ちょっと嫌い、うん、ああいうあのコスチュームっていうの、はい、レスリング用の、はい、あれあれでまた調達大変じゃないんですか、あれ気になる、いいですか言って、あれ誰がデザインしたと思います、知らない、あれドレスキャンプの岩屋さんが、もうドレスキャンプの岩屋さんって言ったらもう、もうワンピースだけでももううん万うん十万する、頼んだのリリコさん、頼みました、お願いした、彼 DDT 大好きで、うわ、そうなんですよ、だからリングアナウンサーの時から私彼の あのある衣装、あの、はいはいはい、売ってるものを着させていただいてたの、スマイルマークみたいなのが鼻血を出してる、うんうん、あのそれが100個ぐらいついてる衣装があるんですけど、はいはい、彼のお店で選んでそれを着てたんですけど、もういよいよデビューしますのでって言ってお願いしたら、あの羽とか全部デザインして、ちょっともうデザイン画が超かっこいいんですよ。そういうのもさ、あれですね、はい、うん、個展ができるくらいになるといいですね。やりたいやりたい、いやぜひ次回も3月も楽しみにしますよ、はい、じゃあお願いします。あのね、リリコさんがね、うん、もうリングに立ったその衣装とかね、うん、そのファッショナブルさにもちょっと注目していただければと思いますけど、はい、さあここでかける曲はなんかリリコさんからのなんかチョイスで、そうなの、あのいつもジムに行ってやっぱ辛いのでこの歌をいつも聴いて、はい、あのテンションを上げてました。じゃあリリコさんから曲紹介お願いします、はい、ジェス・グリーン Hold My Hand。 サンスターオーラ2モーニングインサイト、お届けしているこの曲もうリリコさんのチョイスです。はい、ジェス・グリーンね。Hold my hand。Hold my hand。上がるでしょ。なんかこう、ね、でよいしょってダンベルを。クッと右肩上がりに。はい、いやもうね。クイッとね。もうね強いから私スクワット60キロでやってますからね。ちょっと。私持ち上げられると思いますこの男性スタッフの何人か。すごいな。もう本当にまさに2015年は。うん、はい。ね。プロレスでデビュー、そしてボディービルにも女性としてもね挑戦ということで、はい、いろんなチャレンジをしてきたリリコお姉さんですけども、はい、さあ後半はやっぱり大晦日恒例、うん、
映画コメンテーターリリコ姉さんとして。そうだった、うん、最近ね肩書きがプロレスラーになってるんでちょっとね映画コメンテーターであることあの1秒ずつぐらい忘れるという、ね、まあ、でも今日はちょっと短くね、あの今見られるものと、うん、まあちょっとあの先のも の、はい、そうですね、まずはちょっとあの単館系なんですけれども、マイファニーレディという作品なんですけれども、はい、脚本がねウェス・アンダーソンで、ちょっとこうあのシュールな感じのイメージが多分お分かりだと思う、まあ、グランドブッダペストホテルとかそういう作品を作ってる方なんですけど、そうそうそう、はい、オーウェン・ウィルソンが、主演で、これは大スターの女性が女優さんがいて、その女優さんがインタビューを、ニューヨークのバーで受けてるところから始まるんですけど、ちょっとシニカルな、あの記者がいろんな質問をするんですけど、実はこの、女優さんが、もともとコールガールだったんですね。で、まあ、あの過去のことをいろいろ答えてるんですけど、しかもあの普通はそれを隠したいけど大いにもうそ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 う、私昔こうだったよっていう非常にオープンで気持ちのいい女優さんなんですね。で、そもそもなんでこういうふうに、ね、まあ、女優になったのかっていうところから、まあ、この過去のことを話すんですけれども、やっぱり、まあ、昔のお仕事としてやったことを、なんかもしかしたらこれは女優になれる、まあ、なりたいなと思ってオーディションに行くと、その昔のお客さんが脚本家だった、はいはいはい、だったという、でそこでちょっと恋に落ちるんですけど、その脚本家にも奥さんがいて、でそれでどん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 いろんな出会いがあって、ずっと別々のところにいる人間関係がつながっていくって、ちょっとね、全然全部 100% というと全然違うんですけども、うん、ちょっとウディアレンっぽいの。へ、なんかこれ誰がこれを監督したのって聞かれると、ちょっともしかしたらウディアレンでも違うんですよね。でしかも台本がウェス・アンダーソンっていうね。そうそうそう、だからそこが、うん、この絡み、まあ絡んでくるこの人間関係と、やっぱり幸せになりたいんですよね、みんな、うんうん、だから結局みんながごたごたの後に求めてた幸せは一体何だったんだろうっていうものがすごく面白いなと思いました。すごい、うん、深い大人の映画だね。そう、大人の映画だから、しかもニューヨーク舞台、そうだからドタバタではあるんだけれども、大人のドタバタだから、うん、そのイライラするたまにあるじゃない、なんかこう、うんうん、おバカやろうと思って日本人に通じないおバカってあるじゃない、あるある、ちょっとね、そういう、うん、そういう映画ではないんですよね。ユーマのセンスがわからないっていうんではなく、ではなくて、これは公開中も、これはもう公開中で、でも単館なので、マイファニーレディという、なんマイファニーレディ、そう、マイファニーレディ、はい、そしてもう一本で、やっぱりまあ単館だけだとね、やっぱり地域によってなかなか行けないっていうのもあると思うんですけれども、はい、クリード、お体感、大きな劇場でやってる、はい、チャンプを継ぐ男ですね。そうです、クリード、まあ、これはクリードは、まあ、ロッキーシリーズの、まあ、ロッキーザファイナルが何年か前にシルベスタースタローの制作であったんですけども、今までは、まあ、ロッキーは76年からねもうずっと、まあ、5まであってザファイナルあって、まあ、ザファイナルもすごい良かったんですけども、これはもうシルベスタースタローはこれからもずっともうやらない、もうこれはこれで終わったと思ったけど、実はもうこのロッキーが大好きな29歳 の、 少年というか青年がもう脚本を書いて、もう一回やりたいって言って、ずっとロッキーの永遠 の、 ライバルのアポロ・クリード の、 まあ新たな物語という、まあ、息子さんの物語なんですけれども、ね、まあロッキーが好きすぎてもう最高のオマージュが、ね、いっぱいあって、シーンだったりとかまあ、ちょっとしたねセリフだったりとか、うん、まあ、今回女性もねすごく楽しめるようにちょっと恋愛が入ってたりとか、でもそれは全然スポーツにこう邪魔するような恋愛ではなくて、うん、まあ、今の若者ならではのいい恋愛だなと思って、でシルベスタ・スタローンがトレーナーとして、はい、私をこう鍛えてくださいって、いやだからいいよね、ロッキーがシルベスター・スタローンが作り出した世界観がこうやってね若者に受け継がれてさ、そうなのよ、でこれがね感動します、私最後ちょっと涙で見えなかったもん、うん、うわ、うん、やっぱりレスラーとしてもそうだから特に多分そうだと思うんですよね今まで私本当に何て言うのか、こう先生って呼ぶ人があんまりいないんですよ、私誰かのバーターでもないし何でもないんですよ、やっぱり自分で切り開いてきちゃったから、そう自分で切り開いてきたので、誰かとすごくこう親密になんかやるっていうのが、うん、先輩とか師匠とか、うん、なんか先輩ってほらスウェーデンにもないので、あまりそういう風に私はみんなと、うん、みんなに対して同じっていうのが一番いいと思って、でもこの作品で変わったんだ、そうやっぱりこの
まあ、ビルダーとかそのプロレスをやりながらやっぱその足立さんっていう私 のパーソナルトレーナーが本当にどれだけ私のことを考えてどれだけ私をあの見てくれて私の筋肉を作り上げてくれてるのか、うん、やっぱすっごい分かったんですよね。だって5位になったりとか、そうだよ、ね、できないんですよ。でこっちはいやいや私こういう体だからこっちやった方がいいよって言ってもね、うん、やっぱり必ず足立さんの勝ちなんですよね。分かってるんですよ、ちゃんと見てるんですよ。だからもう外国人の、ね、そう、もう外国人のチームも入ってるからこうでこうでこうでっていうのもちゃんと、で食べ物も全部もう自分の体をよく知った一年なので、ちょっと惚れちゃったかな。いや惚れてないです、大丈夫。まあ独身だけどね独身だけど恋に落ちフォーリンラブじゃない、あそっちはない、うん、フォーリンラブ全然ないんだよね。そうもう一本映画3本目っていうのなんかそうそうそう、ニューヨーク眺めのいい部屋売りますという1月3日30日予定なのでちょっと先なんですけれども、うん、あのこれは、夫婦が、まあ、モーガン・フリーマンとダイアン・キートンが主演で、うん、それを聞いただけでもあの、ね、大物の2人なんですけれども、ちょっとこう、まあ自分のアパートをそろそろ、まあ、あのちょっと階段しかなくて、まあ、年も取ってきたしエレベーターのあるあのアパートに引っ越そうかっていう、アパートを探しに行く映画だけなのにその人間模様だったりとかどうやってこの2人が出会ったのかとか、あのそういうのであのこう、こうインテリアだったりとかなんかこうマンション事情というか、あのなんか全然違うじゃない、やっぱり売るので、うん、あのね、分譲だから一、はい、つの値段を言ったら5分後に、うん、あの値段上がってるじゃない、ニューヨークとか、うん、あの海外はね特にそうだから、でそれを勧める人もいるんですよね、不動産屋さんのその勧める見せてくれる人、うん、それがあのシンシア・ニクソンなんですよ、あのあセックス・アンド・シティのミランダを演じた、はい、テキパキしたね、そう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 、いいね、ニューヨークっぽい、そうニューヨークっぽい感じが、はい、ちょっとこうあのお互いに飽きてしまった夫婦が見に行ったらもう一回頑張ろうじゃないかっていうふうになるかも、はい、ときめいちゃうかもしれないですね。もう出てる女優さん、俳優さんたちがね、はい、もうそれだから見てるだけでいいね、まあ、あの空気感が最高なんですよね、はい、これは1月30日、ね、30日予定です、はい、はい、予定です、はい、さあそして明日元日は朝9時から J-WAVE New Year Special Choose Your Own Happiness、 サッシャさんとダブルナビゲーションなんですね、はい、2年ぶりにまた朝わ元旦帰ってきました。9時間生放送、はい、頑張って、まあ、これがもうあっという間ですよね。いやもういろんなやっぱりね来年の原動力になるような、うん、あのパワーがもらえるものだったりとか、あといろんなアーティストとかいろんなその分野で有名の方が、あの自分のベスト3を、あの例えばお土産のとか、はいはい、なんかそういうものを発表してくれたり、いやー楽しみです、すっごいためになります。これはいよいよ明日ね、はい、もう元日、うん、中継もありますので、ぜひぜひ私あっちこっち、ね、私のコスプレにもはい、明日完全コスプレ今日以上にさらにコスプレ、はい、さあそして、2月にはね、私別所哲也とバレンタインスペシャルトークイベント、これも恒例になりましたけど、横浜みなとみらいのショートフィルム専門映画館ブリリアショートショートシアターオープン8周年ということで、はい、2月6日の土曜日です、うん、リリコさんとトークショーやるんですよね、はい、これもフリートークすぐ完売だから、そうですよ、まだあるのかな、まだまだ大丈夫、若干あるのかな、ちょっとチケットもう売り出してるから、うん、ちょっと出る前に調べて、ある、完売、まだ、あるある、まだある一生懸命あの今別所さんのマネージャーが、別所さんのマネージャーがすごい、もう OK サイン出すけど指が太すぎてよくなんだかわからないっていごめんなさい、まだございますよ、まだございます、はい、ぜひちょっと早いですけど2月6日土曜日ですんで、うん、ぜひいらしてくださいませ。はい、いやリリコさん、まだまだお話聞きたいですけど、うん、ちょっとここで一旦ね、わかりました、まあでもどうせきっと最後までいるんでしょうね、まあ毎年そうなんで、はい、まあ一回だけねお礼は、はい、ありがとうございます、本当にいつも輝いてますよ、ありがとうございます。その輝きの秘訣は何ですか、生きてる、もうそれだけです毎日、はい、毎日一生懸命生きてるという、ありがとうございます、ありがとうございます。サンスターオーラッツモーニングエンサイト、今朝はリリコ姉さんにお話伺いました、失礼いたしました